どうも。はい。気配斬りって知ってる？気配斬りなんかたまに見ますよ。気配斬り、まあちょっと YouTube 上なんかでね、まあガーリーレコードさんがね、ちょっと流行らせたりとか、はい、やってます。気配斬りたるものちょっと僕らもやってみようじゃないかと。確かに。はい。ちょっと拝借させていただきました、この企画を。すいませんけど。はい、すいませんけど。しかし、今回の気配斬りは、普通の気配斬りとは違う。題して、一軒家丸ごと、笑ってはいけない、かくれんぼ気配斬り。ルールを説明します。まず、かくれんぼ同様、鬼を一人決める。普通の気配斬りと違い、剣を持つのは鬼一人。そして、鬼以外のプレイヤーは、作家が住んでいる一軒家の1階、2階、3階のどこかに隠れる。今回は、鬼以外の四戦闘神2人に加え、作家のダンプ、深見の4人で隠れる。隠れたプレイヤーは一度隠れた場所で固定、その場で気配を消し続ける。鬼は目隠しをした状態で剣を持ち、家の中に隠れているプレイヤーを探す。鬼が気配を消しているプレイヤーを見つけ出す方法は、なんでこう、鬼になった人は、まあ、なんか笑わせてください。笑わす？隠れて待ってる人たちを、笑わすことができたら、笑い声でどこにいるか分かるんで、こうなったらもう気配ですよ、耳を頼りに。そう、鬼は隠れているプレイヤーを笑わせることによって気配を察知していき、剣を振りかざす。隠れているプレイヤーは笑いを耐え、気配を消す。その他のルール、鬼が剣を振れる回数は10回まで、横に振るのは範囲が広がるため禁止。安全にコールするため、階段移動は目隠しを外す。以上のルールで四戦闘神3人が順番に鬼をやり、隠れているプレイヤー4人を切るまでの合計タイムを競う。ほんまにもう笑わせるぞ。誰から行くんですか？誰から行く？これ最初がいいのかな。最初がいいのかな。これってそうじゃない？やっぱそう、隠し最初やりたい人いる？いや、なんか最初がいいみたいな雰囲気になったから、最初がいいかな。やってみようか、俺。いける？ちょっとやってみてもらっていい？俺が提案したところなんだけど。これで、どっか隠れるわけね、今から。そう。はい。で、目隠して、探して、うん、気配でいくと。そうです。はい、ちょっとだから、隠れる時間待ってもらいますけど。わかりました。はい。じゃあまずは俺を。結構広いからね。広いよ。その中で4人って結構難しいよ。確かに。もう笑いを我慢すればいいですね、僕らが。そう、笑わなきゃ、そうだな、うん。笑わなきゃ見つかんない。笑っちゃったら見つかっちゃうから。うん、じゃあちょっと頼む。すいません。いきなり鬼任せちゃって。全然。お願いします。ちょっと僕ら、隠れましょう。隠れるって。ちょっと待っててください、後藤さん。よーん。あー、この時間怖い。LINE 来た今。LINE 見ていいかな？ダメですよ。坂本まだ？もう少し待ってください。使わないでよ。使いました。プシッ。待ってね。使いました。プシッ。ツッコミテロップの音いいですよ。ちょっとなんとなく練習しておこうから、坂本で。あ、そうしますか。ポップンダイナソー、ポップンダイナソー。これじゃダメってこと。やん。何したの？何言っていいかな？ダメですよ。坂本、まだ？もう少しわかります。うん。はい、僕はこのダンプのやけにおしゃれでエロい部屋にしたいと思います。カメラ回してくれてます。ドアを開けっぱにしてるので、まあ、じゃあちょっと気持ちいい。あそこから入ってきますね。向かいが深見の部屋になってます。
4。お待たせしました。ちょっと、みんな隠れてたようなんで。うん。ガイちゃん、ちょっとこの場で、10回その場で回ってもらって。ええ。方向感覚が。階段でわかる。いや、わかんないですよ。このフロアにいるかもしれないですから。9、10。うわぁ、気持ち悪い。行くぜ。うわ、気持ち悪い。もうどこがどこだか全くわからない。やだ。こっちに行ってみます。どうしようかな。なんかで笑うかもしれないもんな。どうしようかな。野党！野党！いないな。え、どっちがどっちだ？怖っこれ！怖っ！ほら、僕上に来たんで、一個上に来たんで。ちょっと大きい声で喋ってもバレなさそうですね。いや、俺この回はいないと思う。この階からちょっと1階に行きます。よしよしよし。これ階段でしょ？そこはい、階段なんで気をつけてください。階段で、じゃあちょっと1階下に行きます。坂本の部屋に行きます。ここいるだろう、誰か。ようこそ、ここへ、豪徳寺、豪徳寺。豪徳寺、豪徳寺、ここは豪徳寺、イェイ。めっちゃ滑るやん。いない、いないであれよ。絶対、こんな時は。この恋が、実りますように、好きです。嫁になれ、カナオカー。おっと？おい、いるだろ！この辺だろ！なんか、この辺にいる、絶対。でん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 。はい、もしもし、自分で設定してるパターン。おらよっしゃくっそダンプだくっそおい、1回で仕留めたぞ。1回目で、うわ、うん、お当てた、すげえ。いや、同じ部屋に2人とかないだろうな。俺、同じ部屋にいないと思う。坂本の部屋出ます。どうなってんだ、坂本の部屋。あ、これドア？ま、あ、出たね。はい、出ました。1階にいるうちはちょっとリラックスできる。立ってんの大変だし、座っちゃおう。もうトイレ？そこが、手洗い場とお風呂があります。せめ、いや、いる可能性あるぞ。風呂場は空いてる？これ今空いてます。授業も全部言えます。最初なんだっけ、最初が飛んでるやつ。おらんおらん。絶対おらん。で、下を見るわ、ちゃんと。あ、そうしましょうか。うん。で、階段を上がって、はい、階段つけてもらって、はい。一回この部屋はちょっと諦めてるから、俺は。いや、でもこっちとか行ってたよな、全然。そうです、まだ行ってないですね。うん。シシソウソウ！
すっごいなんかカントリーな道ですね。カントリーロード、この道、歩く、ごと、テスマさん。当たりました。お前かよ。もっと笑えよお前。全然ウケるじゃねえかこの野郎。いたかやっぱここに。え、お今何3発今3分の2ですね。3回振って2回当たってます。いい成績じゃない。お前かよ。え？ここで、だってもう3回しかないよね、あと。そうです、10回なんで、あと7回。うん。絶対おるやろ、ダンプの部屋は。あ、はい。じゃあ、まずもう入った瞬間にいるかどうかを見極めます。てん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 、涙の数だけ涙が出るよ。当たり前それ。脱臼続きやります。脱臼続き4セット です。お願いします。脱臼続き、脱臼続き、えいえい、脱臼続き、脱臼続き、えいえい。いや、おるやろ。おるおるおる、絶対おる。いや、怖い。ダンプの部屋ってなんか、花瓶とかあったら大丈夫？絶対おる。俺は分かった。ここに深見がいます。これが勘次郎だったら俺がやること。あれ、いないここ。え？いや、おるやん。誰かおるな。でもこれじゃ、マジでわからん。これ怖すぎるわ、これ。一刀流言える。シソソン。いや、おるやん。ようこそ、ここへ、ここは、ごとくじ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 。みんなで行こう、ごとくじ。よしよしよし。続きやな。続きがいるな。おーしょ！あーしょー！当たった。おし！すごくない？やばいやばいやつ。そっか、ゲームは続行される。ここで目を開けるわけにいかないのか。そうです。そっか、じゃあ俺はもうやられたから座っとこう、ここで。やばかった、俺の価格。深見が深見の部屋にいるなんてことある？いや、深見とかあいつはセンスやから。トイレとか、トイレ開いてる？これ今閉まってます、扉。え、これトイレちゃうの？これ、あ、これか。横空きか。ハローグッバイ、ハローグッバイ、テレテレテレテン、テレテレテレテン、テレテレテ、フライングひょっこりはん。え？うんこをする場所に隠れる気持ち教えて。いおしっこしちゃうから、そんな笑わないんだったら。
どっちがいい、見つからないか、おしっこかかるか。See you again! 俺んな。はい。え、待って待って。ドアを探してると思ったでしょう。徐々に HG。え？え、マジ？見逃し三振ぐらいだから空振り三振！おんな。女、女、俺が探してるのは男、男。さあ、しんすんせんそん。その隣は男、男。あれ？深見？深見、あそこのスーパーの、卵安かった。鶏増えてきてる。この世に。ここだな。深見。深見。音源を忘れたひょっこりはんやります。ここら辺にいるだろ。うんってうなずいてみろ。深見、お前がいることずつ分かってる。振るわ、俺一回。はぁ、マジでどうなってん、これ。動いてんちゃう、深見。待ってるこっちな。現れた時やばいよな。この空間に、同じ空間に現れた時やばいよな。4どうやってみた感じ。バカ楽しい。すごい手数、すごい手数だったなお前。いや、じゃあ匠の記録は約25分です。約ね、約25分。1秒を争う戦いだった。約25分。その時はまあ回数とかで、なんとなく。なるほどね。ちょっと約25分で。いや、どうしよう。どうしようかな。どう先行きたい？先行きたいな。いや、先行きたい。目が隠れてるから、何も恥ずかしくないで。あ、そうなんだ。いや、すごい。じゃあ俺、まあ、後に回ろうか。オッケー。じゃあ、場所先行ってもらおうかな。うん。